イコラブ大特訓中。おメンバー足んなかったらこんなに静かかよ。わずか何人かいないだけでこんな静かになっちゃうのか君たちは。はい、ということで本日の MC は私柴田でございます。よろしくお願いします。皆さん何ですか、前回私お休みしましたけども、はい、今回4人もいないじゃないですか。いなさすぎじゃない。誰がいなくなっちゃうんで出してでしたっけ。リサとアンナとマイカとミリニャ。友達同士で喋ってんじゃねえんだよ。がいないですっていうのをちゃんと。リーダーがいないんだからさ、誰かが伝えてあげて。その高松がいるんじゃないの、そういうの。ひとみさん、なんかサブリーダー的な、サブリーダー的なやるのいないの。いないんですよ。リーダーがいなくなったら誰がこうやるの。ひとみ、誰、ひとみさん、そうやってみる。後付け感が。どこに行ったんだっけ4人は。福岡に行きました。福岡で何してんの。握手会だったりラジオ周りとかしてます。握手会があるのに4人しかいないの。行かないの。行ってました。いた、帰ってきたの、はい、帰ってこれるんじゃん、じゃあ。ラジオとかにも私たちは出てないんです、はい、あ、この後まだまだラジオのお仕事とかが福岡で残ってんだ、はい、福岡のファンの皆さんも、はい、あ、なるほど、そういうことでございますか。見てくれてんのかな、今。見てる、見てますか、みんな見てる。コメントしてくれないのかな。今ちょうどラジオの本番中とかそういう感じなの。あ、でもやってるかもしれない、うん、あ、6時から6時半ぐらいから多分、うん、あったような、あったような、なかったような。時間も6時半ぐらいだし。やってるような、やってないような。まあもし見てたら4人の皆さん、うん、ちょっとコメントね、みんな見てるよ、あ、見てるよ、あ、違う人か。なんだ。違う人が見てるよって言ってくれたのね。はい、ということでございまして、今日はちょっと4人お休みということでね、はいはい、8名のメンバーでね、お送りしたいと思いますので、はい、元気いっぱい頑張ります。皆さんよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。さあ、ということで前回私お休みでございましたけどもね、はい、皆さんどうでした前回は。いや、前回、うん、その司会やったメンバーで翔子がなんかそのコーナーがあったんですけど、はい、ルービックキューブをなんか翔子とメンバーで対決するっていうコーナーがあって、翔子ルービックキューブが得意なんですけど、はい、2分以内にどっちかが完成したら勝ちみたいなやつで。6年そうです。メンバーは1面、メンバーは1面で、私は6面。すげえ。その対決したんですけど、メンバーが誰も揃えられなくて翔子の圧勝で。誰も揃えられないっていうことあんの。このコーナー意味ないんじゃないかな。何の緊張感もなかったね。そうなんですよ。あ、そう、誰が挑戦したの。でも半分ぐらい、はい、あ、5人残ってるじゃん、はい、全然ダメだったの。ダメです。なんか動かないです、ルービックキューブが。動かない、こっちに回してる、動いてくれなくて。いや、動くから。動かなかったんです、私の。だから本当だから、ルービックキューブに嫌われてる。1回ぐらい入れて。1回ぐらい入れて。滑舌の調子悪すぎだろ、マジョ。今日ちょっと調子が悪いです。できなかったの。できなかったんです。普段は揃えられるんだろう、でも一面ぐらいは。無理です。無理。できた。初めてやりました。でもキアラちゃんは一回だけ揃えたことある。一回だけできたことあるんですけど、でもできなかったです。前唯一一回だけ一面を揃えたことあるメンバーと初めて触ったメンバーで勝負したの。はい。勝てるか。考えてよ。緊張感があるようなゲームになるように。今日はそんなぬるくないよ、言っときますけど、はいはい、ね、諸橋がなんか私はちょっと今日は静かにしてますみたいな顔してる。いや、あの、いつもマイカとかその、うん、アンちゃんとかがしゃべってくれるっていうか、なんていうんでしょうか、うん、盛り上げてこう、まあ、盛り上げてくれるじゃないですか、マイカとか。だからすごいマイカが隣にいないから、うん、もうみ楽屋でみんなでどうしようどうしようどうしようって話してて、かわいそう、だって隣に渚ちゃんいるじゃん、だって今日は。いや、渚ちゃん、渚じゃないです、渚です、あ、オフランス渚さん、知ってますか、この方。こんにちは。なんか音楽まで乗っかってきたけど。ご存知ですか。ボンジュー。ボンジュー。どうしたの、オフラン、なんでオフランス。ジュマペル、オフランス渚。うん、あ、私はオフランス渚ですって言ったの。ウィウィじゃねって。ウィ知ってるやつも全部出ただろ。さては、え、なんでオフランスなの。あの、ちょっとある、あるじゃないわ、ショールーム特番がありまして、うん、呼ばれてないけど、どうした、うん、あ、そう、すいません。気にしてないから、気にしてないから、もう家帰って泣けばいいんだから。それ、うん、それで、うん、あのリツイート対決っていうのがありまして、ああ、見事1位をいただき、あの、うん、解明することになりました。え、解明したかったの、
え、別に1位になって解明するってことはしたかったってことじゃん。ビリになって解明させられちゃったんですんだったら分かるけど、なんか解明するご褒美なんですね。ご褒美でオフランスなぎさに、はい、これからじゃあイコラブの中でもずっとオフランスやっていくの？あ、でも1ヶ月限定なんですよ。でももう来週にはもう終わります。戻ってます。いや、いいよ全然延長して。嫌です、嫌です。なんでご褒美だろ。1年間続くご褒美なんて最高嬉しいじゃん。嫌ですよ。嫌なの？嫌です。オフランスにやっぱ抵抗あるの？いや、なんかどの国ならいいのよ、どの国ならいいのよ。適当に決められたんですよ、私いないところで決められたんですよ、うん、じゃモロッコでいい？モロッコ、モロッコなぎさ、モロッコなぎさでいい？モロッコの自己紹介とかどうなんだろうね。どういう言葉かわかんないけど、言語が、まあ、だったらフランスでいいです。今週いっぱい、今週いっぱい。じゃあ次回の放送の時はもう普通の斎藤渚になってるってこと？はい。寂しい、寂しいよな、会えないの。でもワンチャンもう1週間ぐらい延長できない？せめてもう1週間ならちょっとだから聞こうよ、皆さんこうやってやってくれるから。オフランスがいいか斎藤さんがいいのか、うん、どっちがいいのか、どっちがいいの、どっちがいいんだろうね、どっちがいいのかっていうのをさ、バーって来て一番初めに来たやつで決める。オフランス、わらなってから人気急上昇。じゃあオフランスですね。オフランスになってから人気急上昇だって。全然ですよ。みんなそれぞれの国つけちゃえば頭に。あ、そうだね。どこがいいかな。昔のバトルフィーバーっていう戦隊ものがあったんだけど、そのバトルフィーバー J っていうのはもう全員ついてたんだよ。バトルジャパンとか、すごい、バトルフランスっていうの見た。あ、じゃあみんなつけるって感じで、うん、いいですね。そうしましょう。じゃあ、うん、で多分反対されると思うから。知らないマネージャーさんとかがいない間に勝手に何やってんのみたいな話になって怒られちゃう、怒られちゃうんで、今日はこの感じでいきましょう、はい、ということで残り1週間、はい、オフランス感ちゃんと出してね、頑張っていただきたいと思います、はいはい、それでは今日もですね、いつもより、あ、今日はですね、いつもよりメンバーが少なくて寂しいですけど、はいはい、その分頑張ってまいりましょう。頑張ります。さあ、それでは早速このコーナーまいりましょう。まずはこちら、イコラブ磨きチェーン。ちょっとオープニング長く喋りすぎちゃいましたね。みんな見てくれてるんでしょうかね、 4名の皆さんは見てますか。さあ、このコーナーはですね、イコラブメンバーにアイドルとしてのスキルをアップさせるためにですね、様々な企画にチャレンジしていただくコーナーです、はい、今回お送りする企画はこちら、バラエティの定番ゲームで3番勝負ということでございますね、はい、さあ今回の企画はでございますね、イコラブメンバーがですね、これからガンガン売れてバラエティ番組に出るようになったら、はい、きっと一度はやる機会があるであろう定番ゲームを2チームに分かれまして対決していただこうという企画でございます、はいはいはい、さあ、いざバラエティに出た時の練習だと思って全力で取り組んでいただきたいと思います、はい、さあ、そしてですね、今日も勝ったチームにはご褒美、まあ、勝ったチームというか今日は少ないんでね、 MVP を最終的に決めようかなと思ってますからね、頑張っていただき、だ負けてももしかしたらチャンスはあるかも知れませんので頑張っていただきたいと思います。さあ、それではですね、チームに分かれていただきたいと思います、チームは事前に振っといたんで、イコチーム、ラブチーム、はい、はいはい、決めました。どうなってんの、イコチーム、イコチーム、はい、お、そう、あ、じゃあイコチーム、ラブチームで分かれようか、はい、移動します、分かれます、まずは分かれていただきます、はい、イコチーム、分かれます、ね、はい、こんにちは、OK、でも結構バランスいいですか、いいですか、あ、いいかも、あ、本当ですか、しんないね。さあ、それではですね、イコチーム、ラブチームにまずは分かれていただきました、はい、さあ、ということで、こちらがイコチーム、はい、はい、手前側がイコチーム、奥側がラブチームということでございます。さあ、イコチーム、ラブチームに分かれましたけど、イコチームどうですか、自信のほどは、終了、あります、あるに決まってるじゃないですか、言わないと、あるに決まってるじゃないですか、遅いわ、勝った時は勝った時でさすがってなるし、負けたら負けたで、あんなに自信あったのにみたいな最終的になるんだから、あるに決まってるじゃないですか、そうそうそう、ラブチームはどうですか、あるに決まってるじゃないですか、そう負けたことないですぐらい言っちゃおう、だから負けたことないです、負けたことないです、負ける気もないです、やっぱこっちが、ね、こっちがね、あるに決まってるじゃないですかったら、はい、なぞるよりかはちょっと一個上のこと言いたいね、あ、なるほど、これがひな壇のテクニックです、はい、はい、ありがとうございます、皆さん覚えておくようにね、はい、さあ、それでは早速イコチーム、ラブチームで対決していただきたいと思います、はい、まず最初のゲームはこちら、どん、じゃじゃん、演技しているのは誰、我慢、演技力対決、
さあこのゲームのルールをまずは説明したいと思います、はい、今からですねイコチームラブチームに1人ずつ、コーラを飲んでいただきます、はい、ただしですねその中の1つだけはめんつゆの炭酸水割りでございます。これはですね、1チームがコーラ1チームがコーラですね、はい、でもう1チームはセンブリ茶。久しぶり、絶対コーラ久しぶりやりたいと思いますね。だラブチームにはですね、めんつゆ炭酸割りですね。おしゃれ、はい、コーラなるほど、コーラを飲んでいただいてその中の1人だけはめんつゆ炭酸水割りね。どんな4人にはですね全員めんつゆを飲んだリアクションをしていただきます。おそのうち、3人は演技、残りは1人でガチということでございますね。相手チームの皆さんは誰が演技じゃない本物のリアクションかを見抜くことができれば1ポイントとなるということです。だからみんなで騙すってことだな。あ、騙し合いだ、うん、誰が本当のを飲んでるか分かんなくなるために、はいはいはい、3人は演技していただこうと思いますね、はいはい、さあそれではですね物をまずは入れていただきたいと思います、まあ、じゃあ物どうぞ。もじゃんじゃん、分かるか色、分かんない、これ全然この中の3つはコーラ、1つはめんつゆの炭酸水割りとなっております。全部泡になってる、絶対、これ普段はねイコチームからやってるんで今回はラブチームからやりたいと思いますよ。じゃあラブチームの皆さんこちらの方に来ていただきましょう。めんつゆ濃すぎて吐きそうだよこれ多分。確かに。もう今のうちからコーラ飲んじゃった時美味しいって言わないようにね。はい、今のうちどういうめんつゆ、めんつゆモード、みんなめんつゆを飲んだリアクションよ。めんつゆを飲んだ、めんつゆタイム、みんなめんつゆ、みんなめんつゆ、ダメ、これはこれはね、めんつゆだから、全部めんつゆ、まあ美味しくないよ、めんつゆの匂いする、全て美味しくないからね。さあそれではイコチーム、イコチームはちゃんと当てていただきます。一人ずつ飲んでいただきたいと思います。じゃあまずは諸橋からいきましょう。演技うまそう。めんつゆですよね。めんつゆの、めんつゆの炭酸水が。匂い嗅がないようにしよう。シュワシュワしようから、ね。さあ、いただきます。はい、どうぞ。さあ、これがコーラなのか、めんつゆなのか。感じる？塩分って感じ。はい、了解でございます。どういうこと？はい、じゃあ次はしょこちゃん。難しいわこれは。瞳孔が開いてるかどうか。難しい難しい。わかんない瞳孔まで。笑わせないで。麺感じる？怪しい？怪しいね今の。あれ？今のはリアルなのかそれとも演技なのか。うん、初めて飲みました。なんか麺つゆに炭酸水は。初めてだろうね、このようにね、このようにね、飲み物だよ。何？難しくない？もっともっともっと。じゃあキアラちゃん、次はキアラちゃん。いや怖い。あれ？ちょっと離れて、見えない人だ。本気で、本気で。キアラの本気を舐めないで。キアラちゃん、素直な子だからね。味が濃い。味が濃い。味がね、意外に濃い。めんつゆの味がに、なんかちょっとピリピリピリみたいな。ピリ辛っ。炭酸のピリピリかな。なんかね、下の方で感じる。ピリピリを。あ、下の方で感じる。なんかみんな冷静すぎて、ちょっと分かんない。匂い感じてない。いや、でもこれ冷静になっちゃう。さあ、じゃあ、はなちゃん。マジかて。結構いけない。さあどっちなんでしょう。お、いいね、お前なかなかいいよ。あなた、え、そば、そばこれ本当っぽい。そばだよ。さあそれでは置いていただきましょう、うん、さあじゃあこの4人のリアクション、この中の1人はコーラじゃございません。さあよろしいですか。さあそれではイコチームに考えていただきましょう。イコチーム、はい、シンキングタイム。これさあご覧の皆さんも予想していただきたいと思いますよ。はい、2回飲んだぞ。花ちゃんっぽい、大葉うまい、これうまいよ、うまい。あ、
チョコちゃんっていうのも結構あるね。いや、お、これだから諸橋だったら見事だよね。視聴者の皆さんも騙してるからね。決まりました。決まった。はい、さあそれではこちらからでよろしいですか。はい、それではイコチーム、一体ラブチームで本当の炭酸水、めんつゆ炭酸水飲んだら誰でしょうか。せーの、さなつん。お、つんつん。お、勝負してきたね。お、さあそれでは正解発表でございます。はい、本当のリアクションだった人は誰ですか。せーの、はい、ということで、キアラちゃんということで、ラブチーム見事騙しましたね。うまかった。匂いから、やばい、全然コーラめっちゃ美味しい。これやばい。ほんなコーラでもっとうわっとかってならないといけなかったんだけど。これやばいです。やばい。なんかめんつゆが好きなんですけど、なんか、うん、あ、普通に美味しいってなっちゃった。あ、そうだったんだ。美味しくなっちゃった。すごい急に。まさかのめんつゆが好きな子に当たっちゃったね。美味しかった。え、でもうまい。よく述べたね。濃い濃い濃い、うん、あ、だからやだ、塩分オーバーが、めっちゃ塩分。え、私コーラ初めて飲んだんですよ。はい、え、うん、そうなんですよ。あ、そう、ほん、今までコーラ飲んだことなくて、うん、あ、そうなんだ。初見の味ですよ。あ、そうなんだ。どうでした。それでそういう感じ。美味しかった。不思議な味。いや、それがコーラなんだけどね。コーラみたいとか例えぐられるぐらいなの。コーラっぽい。はい、じゃあそれではチーム替えしましょう。ちょっと強かった。じゃあラブチームは座っていただいて、どうしよう。さあ、じゃあイコチームのチャレンジでございます。さあ、それではじゃあ物をチェンジしましょうかね。はい、待って、イコチームの皆さん、イコチームの皆さんにはですね、お茶を、全然わからん、お茶を飲んでいただきます。普通の緑茶、はい、普通の緑茶を飲んでいただくんですけども、はい、その中の一つにセンブリ茶が入っております。さあ、全員センブリ茶を飲んだリアクションをしていただいて、久しぶりだよね。ちょっとなんかこっちにも選ぶ権利が欲しい。センブリ茶を飲んだ人を救ってあげていただきたいと思いますよ。匂い違うのかな、センブリ茶と普通の、ね、匂う、もうまだ匂わない。みんなセンブリ慣れしてる部分はない。でもないです。おフランス、おフランスしっかり。フランスはそんなこと言わないんだから。センブリに動揺してる。え、でもここのさ、センブリ茶さ、すっごい久しぶりだけどさ、ね、久しぶり、前飲んだ時めっちゃまずかったからさ、ね、ちょ、舐めちゃダメだよ。そうや、強いよ。舐めちゃダメ。さあ、それでは準備よろしいでしょうか。まず高松からいきましょうか。センブリ茶飲んだ、苦い。そう、飲んだ、うん、センブリ茶飲んだ。怖いな、どうしよう。はい、じゃあ高松さん、はい、いただきます。はい、これがどっちなのか、これがどっちなのか。待って、よろしいですか。はい、結構飲んでください。いや、自分飲んでねえな。自分だ。汚ねえぞ。全然飲んでなかったのに。コーラですから、ちょぼちょぼ。できたらでいいです、できたらでいいです。できたらね。はい、じゃあオフランス。そこも演技だと思います。オフランスはさ、演技派だから。怖い。いいね、いいリアクションやね。なるなる。え、うん、ベロ先に行くんだよね、センブリ茶はね。え、わかんない。さあ、じゃあヨリちゃん行こうかな。はい、行きます。はい、飲んだ。あ、待って、無理。思い出したでしょ。思い出したね。さあ、いいですよ。皆さん顔揃え、リアクション揃え。わかんない。さあ、じゃあ、なおちゃん。わかんない、わかんなすぎる。さあ、まずい。ダメダメ、どうしよう。これで
でさ、飲んのじゃなかった、めっちゃうまい。そうね、でも飲んで吐かないで、吐かないで、結構みんな飲んだわね。すごい飲み飲みだよ、飲み飲み。え、嘘、うまいね、が本当の涙なのか嘘の涙なのか。さあ、それではラブチーム考えていただきましょう。シンプルみたいに、どうぞ。さあ、ご覧の皆さんはどうでしょうかね。のんのの、んのみんなこっち見て、みんなこっち見て、のんのの、んのみんな味どうだった、どうだった、どんな味、今日の久しぶり、タバコみたいな、お前タバコ吸わねえだろ。ちょっとやめてくれよ。そうなんです、やめるなよ。ごめんなさい、ごめんなさい。のんのどんな味だった、どんな味、もうリリボリリバー、え、リバーズ、どっちだろう。はい、終了。さあ、どうでしょうか、答えていただきましょう。さあ、ラブチーム、一体イコチームで本当のセンブリ茶を飲んだのはどなたでしょうか、発表してください、どうぞ。のんの、のんの。さあ、どうなんでしょうか、イコチームに正解を出していただきましょう。本当のセンブリ茶を飲んだのはどなたですか。はい、やったー、イオリがニヤニヤしてたし、涙目だし、あの リアクションって、あの顔はなんか飲まないとできないなと思ったから。どんなに言っても不正解。関係ないから。さあ、ということでこの勝負引き分け。これ緑茶も苦かったです。え、美味しいよ。緑茶も結構苦くて、嘘、本当にしかめちゃう。めちゃめちゃ美味しいよ。マジで、うん、お茶苦手なのか。じゃあなんか、うん、麦茶派なんで。麦茶派なんだ。なるほどね、なるほどね。知らねえし。その派閥知らねえし、俺。紅茶じゃなくていいの、うん、フランスさん。あ、紅茶の方が好きです。あ、そうなんだ。あ、そうだよね、フランスさん。マカロンと漬けっぽいけどね。カプチーノとかの方がいいな。あ、そうなんだ。さあ、じゃあ席の方さん、座っていただきましょう。はい、みんなうまかった。イオリちゃんが一番ぽくなかった感じしたけどな、でもな。本当ですか。うん、うまかった、でもなんとなく。女優になれる。女優になれるよ。まずかったろ。まずかった、めっちゃまずかった。タバコみたいな。タバコ知らねえだろ。タバコの味を覚えるんじゃないよ。宇多田ヒカルかお前、本当に。タバコのフレーバーじゃないから本当にね。さあ、ということで第1回戦は同点ということでございますね。まあ、なかなか好勝負だったんじゃないでしょうかね。さあ、それではですね、続いてのゲーム参りたいと思います。続いてのゲームはこちら、哺乳瓶コーラ早飲み対決。さあ、続いてはですね、バラエティ番組ではですね、皆さんが生まれる前からの定番コーラの一気飲みで対決をしていただきたいと思います。はい、これを哺乳瓶で飲むというのはね、僕も芸人25年やってますけど初めてでございます。全然定番じゃない。初競技すぎてむしろやってみたいぐらいの感じでございますけども、ちゃんと出てくるのかな。視聴者の皆さんもこれ見たことないんじゃないですかね。かコーラ哺乳瓶で飲むのはね。さあ、ということで皆さんにはですね、コーラの早飲み哺乳瓶で、チャレンジしていただきたいと思いますね。さあ、じゃあですね、まず代表者2名前に出てきていただきたいと思います。じゃあイコチーム、ラブチーム、それぞれですね、代表者2名選んでください。はい、じゃあ、はい、はい、いきます。はい、頑張ろう。頑張れ頑張れ頑張れ。え、飲めるのかな。飲み方が頑張って。赤ん坊以来。さあ、え、覚え、飲み方覚えてる。覚えてないよ。気をつけてくださいね、アイドルでございますから。ゲップとかゲーゲーしちゃったりとかしないようにしてくださいね、皆さんね。さあ、バラエティの場合のしないでくださいねは分かりますね、皆さんね。お願いいたします。そういうあれなんですか。みんな本当ゲットが気をつけてね。ダメだよ。ダメだよ。アイドルとしてダメだよ。アイドルだよ。さあ、それではですね、両チーム2名ずつの代表で戦っていただきます。ルールといたしましては、哺乳瓶のコーラが2人とも、はい、ね、イコチームラブチーム2人ともなくなった時点で勝敗が決まります。はいはいはい。頑張れ。よろしいですね、皆さん。頑張って。ルールは簡単でございますよ。さあ、それではですね、まずコーラを皆さんに持っていただきたいと思います。お手元コーラ好きだもんね。コーラ好き。うん、コーラ好き？大好きです。さっきもうまいって言ってたもんね。はい、そうだよね、うん。コーラ初めてはいないよね、逆に。大丈夫？初めて。これで飲むね。うん。ね、ちょっと。さあ、それでは早速参りたいと思います。哺乳瓶コーラ一気飲み対決。よーい。
って頑張れ頑張れ、え、待って待って、むせそう、すごいみんな早い、早くない、ちょっと待って、翔子早い、早い早い、ね、めっちゃ早い、え、頑張って、赤ちゃんに一番近い人が早いのかな、やっぱりそう考えると年長者はちょっとやっぱりおっぱいから離れて結構時間が経ってるからね、飲んのも早い、飲んのも早い、ちょっと落とさないでよ、泡めっちゃ立ってるよ、待って、飲んだもうすぐ終わる、あの、あ、出てる全然まださあ、頑張って頑張って、いや、だって普通に考えたらコップ一杯ないからね、え、ないんですか、ないないない、より吐きそうだね、200ミリぐらいですそう、なんなのお前全然減ってねえし、大丈夫だね、すごいリアクションだけは一丁前だけど全然やってねえからマジで、ショーコ、ショーコ見習って、頑張って頑張って頑張って、もう一発見たい、もう一発見たい、このスタンス、あの一回いいよ、ショーコちゃんいいよ、待って、飲んだが順調、おー、飲んだ一番、さあ、待って、よりも終わりそう、よりが終わり、よりまだ残ってる、よりがまだ残ってる、頑張って応援して、さあ、しょうこちゃんも頑張ってる、頑張れ、あともうちょっとだよ、より寝てないじゃん、どうなんやったー、全然減ってない、さあな、信じられないぐらい減ってない、死にそう、違うの何じゃないの、違うの、なんか周りですっごいチューチューチューショーコそれに笑っちゃって、え、ショーコの目を、あとちょっ と, ょっときついこれ、もうわずかだったんですね、さあ、ということで今回のコーラ1分対決見事イコチームの勝利、ありがとう、さあこれで一勝一分けということでございますね、はい、さあじゃあ皆さんお席の方についていきましょう、はい、お疲れ様、やばい、やばい、やばい、どうするかもしれない、今から体落とす、やばい、え、コツつかんの、なんかコツあんの、あ、噛んでたんだ、うまい、押し出す、噛んで押し出すの、赤ちゃんに難しさみたい、赤ちゃん噛まないだろ、だってお母さん大変だよ、痛くて怪我だらけだよ、おっぱいマジで、噛んで座れてたらマジでお母さん大変でしょマジで与えたくなくなっちゃう、でこれ下ネタじゃないからね、一個チームすげえ笑ってるの、ラブチーム全然笑ってないで何この温度差、何この温度差、いいよ、いいじゃんな、楽しい、いいじゃんな、はい、そういう姿だってみんな見たいんだよ、そうですね、はい、何を青春派気取ってくれちゃってんのよ、本当にラブチーム、やめて、こっち青春派なんで、やめてって感じ、お前青春派じゃねえじゃねえさあ、ということで見事イコチームの勝利でございます、ラブチーム、はい、次取らないと、はい、もう負けですよ、第3回戦、どうしよう、これね、今これ非常に今回は皆さん結構頑張ってくれて時間の進み方も順調でございますから、急遽罰ゲームも作る可能性ございます、それは困る、それはダメです、センブリ茶がめちゃくちゃ余ってるのよ、いらないですね、ここのスタッフさんすごい作ってくれるから、いらない、さあそれでは最後のゲームに参りたいと思います、最後のゲームはこちら、はい、息を合わせて2人、あ、ごめんなさい、息を合わせて2人バウルでミッションをクリアせよ対決、お、さあ最後はですね、皆さんこれまあね、よく見たことあると思いますけども、2人バウルをしましてですね、はい、出される指令をクリアできるかどうか、あ、挑んでいただきたいと思います、はいはい、どう、皆さん二人羽織の経験っていうのはどうなんですか、ないです、二人羽織ってワードも初めて聞きました、嘘、嘘、それは嘘、え、本当に初めて聞いた、全部初めてじゃん、コーラも知らない、二人羽織も知らない、初体験ばっかり、よく生きてこれたね、ここまで君は二人羽織はまあ知ってるよね、でもこう後ろの人がこう、はいはい、ね、布から手を入れて、うん、まさにその人の手のようにこう動かして何かをクリアするということでございますね、うん、今でもバラエティ番組とかでもよくやってんじゃない、こういうのは、CM で見たことあります、 CM でなんか犬の、あ、犬が二人羽織してるやつが見たことあります、うん、まあそういうことと一緒でございますよね、はい、さあまずですね、最初に挑んでいただくのはメイクでございます、
メイク、うん、まあ女性だったらねなんとなくちょっとわかるんじゃないかなと思いますけど、はいはいはい、二人羽織をいたしましてですね、後ろの人がメイクをしてどちらが綺麗にメイクができるのかを挑んでいただきたいと思います。さあ、どちらがよりミッションをうまいことクリアできたのか、私の判定でこれは決めさせていただきたいと思いますね。はい、あの唇からこうやってはみ出しちゃったりとかしちゃダメだからね。あやばい、これはどっちだ。分かったね。さあバラエティ的な勝ちというのもございますかね。ああ、さあそれではですね、まず代表者決めていただきたいと思います。さあイコチームはまず誰が出ましょう。はい、はい、どっちがどっちをやるの。じゃあ私がされます、します。オフランスがされる方で自分がする方ね。じゃあ席の方ついていただきましょう。はい、どんな、どうなの、お化粧っつうのは結構自分でもするの。頻繁に。なんかいつも結構自分メイクが多いので。おうおう、します。いいね。でも人にやったことない、ないんですよ。人にやったことないんだ。どうしよう。頑張れ、バイベアダーディ。なんてないない、今なんて言った。いやこれ手入れちゃダメ。手入れちゃダメなの。自分じゃん、そしたら。何でもできる。よしよしよし。あ、ここに座って。はい、でこれかぶってちょっと暑いけどな。頑張れ。すごいビニールの匂いがする。あ、怖い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 、え、怖い。自分後ろから手が生えてる。いやこれ出しちゃダメだって。どうしよう、怖いよ。だからヒント出してね、ちょっと右にある何かを取ろうとか、左にある筆を取ろうとか言って後ろの人に指示していくわけよ。あ、でもそう、あのノンの左利きだからね。そうだね、確かに。あ、そっか、ちょうどいい。じゃあそこの、じゃあ。いや、まだ始まってる、まだ始まってる。マイペース。さあ、制限時間。制限時間は2分間でございます。2分間でバッチリ綺麗なメイクしていただきたいと思います。それではまずイコチームのチャレンジでございます。よーい、スタート。右手でちょっと棒取ってなんか。あ、違う、そっち、それ。そう、それ。あ、違う、左。もうちょい左。さあ、じゃあ右。そこ、それ。で、蓋外して。で、出して。あー、俺、あー、出して。で、ビビッチ。あー、もう、あっ、あー、あー、もうちょい上。おい、え、なみさちゃんっていつも自分でそれ触りながらやるんだ。あ、厚めにね。でも、オーバーリップ流行ってますから。さあ、下厚めに塗るんだ。あ、すごい上手。かわいい、かわいい、かわいい。もうちょい上、もうちょい上も。宇宙上も。あ、かわいい、かわいい、かわいい。あ、オッケー。そしたら、全然かわいい、全然かわいい。そしたら、あの真ん中にある、あ、そうそう、それとそれ、右もそれがチークだから、こう取って、取って。いいよ。いいよ。あ、かわいい、かわいい。見せてくれたの。真ん中はそっち側から。あ、そうね。あの、あ、これはもう見事。お見事。綺麗だね。かわいい。すごい。そしたらもうちょい上の、そう、それ。あ、左。その、それを、眉毛だから、もう上。それを、上にやるの。あ、それもうね、なってる。大丈夫。もっと下じゃない？もうちょい上、上。もうちょっと下。もうちょい下。もうちょい下。そっか、もうちょい下。そこ。そこ。かわいい。うまい。左もやんないと。バランス悪くなっちゃう。左もそう、分けて。そこ。その上。もうちょっと左だよ。そう。終了。ということでございますね。はい、もう分けて見せて顔が見えるようにしておいてちょうだい。すごい怒ってる人みたいな。はい、出ていいよ。やば、暑いね。これでエンディングまでいるんですか。もちろんです。そう、いや十分可愛いよ。ごめんね。これはね、どちらかというと指示する方が上手くないと上手にできないからね。眉毛いっぱいあるね、すごい。アイライン、え、アイラインだったら眉毛とアイラインってアイシャドウ
チークがやばい、ね、バブリーバブリーかなりバブリーいいよいいよ難しかったのんちゃんとても難しいです、ね、難しかったなんかどこにやってるのかを全然わかんないです、うん、どのくらいついてるのか、うん、終わりには公開に結構大胆だったよねいろんなものの塗り方さあナイスファイトでございますじゃあお二人席についていただきたいと、はい、あ下手側下ネタ側で待ってるってじゃ あ, あこちらでじゃあお待ちいただきます、はい、あちら側でね待ってます、はい、よいしょじゃあこれ戻しましょうかじゃあね、はい、これ2色あるからあそうだねさあそれではラブチーム、はい、ラブチームはどのお二人、はい、おそのお二人さあどっちがやる方でどっちがやられる方ですかキアナちゃんがメイクをしてくれますおえ大丈夫大丈夫キアナちゃんはもうメイクのプロなんで違うんです私めっちゃ下手ですいいじゃんでも1コラボの中で一番メイク下手なんでそんなやってみないからなんないしいいね一番下手っていう言葉いいよあさあ、うん、お二人前の方に出てきていただきましょう頑張って映ってる顔がすごいシュールどうやってつけるの私が先難しいんですよね、ハール。どこだ？どうやって？まずは前の人が開けようか。はい、上を頭に入れる。入れます。いける？すごいプールだ。はい。いやまあ座っ、まずまずそう、キアラちゃんが座って、うん、よいしょスタンバイして、失礼します。失礼します。で、でそこ被せて、入る？入った？で手を出す手出さないとまずね。かくれんぼだねキアラちゃん。はい。かくれんぼ。ほらみんなに手を振ってあげて。大葉花です。大葉花です。大葉花です。本物っぽい。大葉花です。うんうん。みんなこんにちは。こんにちは。大葉花です。さあそれでは制限時間2分間でございますよ。ね苦しくなっちゃうからねこれ 2分ぐらいじゃないと。さあそれではご準備よろしいでしょうか。キアラちゃんいい？はい。はい、それでは参りましょう。よーい、スタート。右手で、右手でもうちょっと左のものを取って。あ、それ取って、お願いしちゃってんじゃん。で、開けて、で、くるくるして。くるくるします。あ、いい音してみるよ。で、もうちょい上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 、こっち。セクシーなんか。もうちょい上、もうちょい上、上、あ、うん、その辺。あ、でもうまく塗れてるわ。いい。真っ赤かな。いや全然色ついてないよキアラ。あ、キアラじゃない。大葉全然色ついてねえじゃん。全然色ついてないよ。そうそうそう。ちゃんと塗らない。いいよ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 。はい、50秒経過。置いていいよ。はい、置きます。で左手でもうちょい右、あそれその糸その筆とそれと筆を取ります。あ、いいよ。お、すごい片手で2個。反対が開く。あ、そう。開けない。制限時間がなくなっちゃうよ。反対。さあ1分15秒経過。違う、そっち鏡が、そっち鏡が。いいよ、いいよ、ついたと思ったね。もう上、ついたかな。オッケー。あ、その辺、私のチャームポイントに。そうね。さあ、残り20秒ですよ。あったよ。全然ついてないね。全然ついてないですか。いいよ、その辺、可愛くしてね。うん、可愛い。さあ急いで、あ、さあ残り10秒、急いで、ほらもうそのまま帰って可愛くなった。あ、いいかもこの方が。あ、イメチェンだ。すごい。パリコレだパリコレ。すごい刺激あるわなんか。刺激的な彼女。うん。さあじゃあキアラちゃん出ていいよ。待ってよ。上手にできた？
文句も言わずによくやったな。受け入れ。ごめん。キアナちゃんは13歳でしょ。で私初めて眉毛描きました、うん、私自分で描いたことないんですよ。自分いつも隠してるんで、うん、自分で描かないとね、うん、どう私の眉毛どう。おしゃれおしゃれ。焼けながらだよ。さあということで、はい、イコチームラブチーム、じゃあ前ね。いや、チークついたよ、いっぱいいっぱいついたよ。両津柑橘系女子だよ。いつも眉毛つながってる。隠し確認そう。はい、この勝負イコチームの勝ち。やったー、イエーイ。やった、ありがとう。まあ、これ大胆さ、ね、その大胆さの割には綺麗に濡れてたというところですね。あ、確かに、はい、やっぱチークがポイントですね。チークがね、可愛く濡れてたということです、うん、はい、そうね。ラブチームちょっと時間がなかった。ちゃんとできましたよ、でも。できてねえよ。じゃあ次からそれでいいのね。はい。いや、やだろ。さあ、それではまずイコチームの1勝でございます。もう1ゲーム、もう1ゲーム延長戦ございます。じゃあ、お二人ずつ席に戻っていただきましょう。はい。これですか。はい。今日は番組最後までその顔でございますよ。さあ、時間があるということで、もう1番、二人羽織対決行いたいと思います。ここで勝ったチームは2ポイントあら、おお、これはということになりますから、同点だよ。はい、勝てる。逆転されちゃうかもしれないってこと。そうですね。さあ、じゃあですね、残りの2名が次のチャレンジをしていただきたいと思います。はい、さあ、続いての二人羽織対決は、ケーキをきれいに完食対決。完食するんだ。さあ、ということでございます。まあ、これは時間はね、まあ多少あるんで、時間はじゃあ制限なくやらせていただきたいと思いますけど、あんまり時間かかっちゃうようだったと思いますけどね。なるべくきれいに完食することを目指していただきたいと思います。さあ、それではですね、負けているラブチームから参りたいと思いますよ。はい、さあ、ラブチーム、誰が後ろで誰が前。私が後ろで、ひょうちゃんが後ろ、さなつんが前です。 OK、うん、いいね、何でもできそうだね。楽しみだね。おいしそう。フォーク刺さんないように気をつけてよ。痛いからね。しかも刺さってる刺さってる刺さってる。気をつけてね。楽しみ、楽しみだね。なんか違うとこから出てる。誰か出てる。大丈夫ですか。手のとこ、コツこっちって言うな。あ、いちごじゃない。じゃあまず座ってもらって、で、手出せる。いや、オッケー。かわいいよこれ、めっちゃ。もうちょい前の方がいい。すごい、面白い。え、机を倒す。あ、机持ってくる。怖い怖い。さあ、それでは準備の方よろしいでしょうか。はい。え、ケーキ好き。好きです、おいしい。じゃあもう本当に嬉しいですよね。嬉しくてしょうがないね。もう完食やばいな。ねえ、息かけないでよ。何してんだよ。何してんの。息かけんじゃない。さあ、それでは参りましょう。はい、ラブチームのチャレンジでございます。よーい、スタート。もうちょっと左、もうちょっと左、左だよ。あそこそこそこ、はいはいはい。いただきます。もうちょっと前持ちいただきます。はい、刺して。はい、はい、美味しそうなケーキ。おー、いかない、取れない、取れない、取れない。ショーコン、豪快。あー、そのまま、あ、違う、違う、右、もう一回、もう一回、もう一回。あー、よくして、はい、はい、はい、そこだ。あ、来た、来た、来た。あー、いいね、いいね。おい、口に、口に。あー、すみません。あー、おー、おー、見事、きれい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 。さあさあ、上手上手上手、やり方が非常にうまい。笑ってるやん。あ、取れてない、取れてない。もう一回、もう一回。取れてない、取れてない。あ、いける、いいよ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 、いいよいいよいいよ。あ、いいよ、ちょまんちょまん。おいしく食べちゃってる。おいしく食べちゃってるな。ね、もう刺していいよ、刺していいよ。そう、
あ、もうちょっと左、もうちょっと左、あ、もうちょっと左、あ、そこ、もうちょっと前、もうちょっと前、もうちょっと前、そっかそっかそっか、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいじゃない、いいよ、いいよ、そのまま行っちゃう、そのまま行っちゃったらいいんじゃない。頑張らないと、頑張らないと罰ゲームがついてくるよ。お皿さ持っちゃうの。そうそうそう、そのままさ、スススちょいちょい、もうそう流し込んでよ、そうそう、そうそう、押し込んでよ、押し込んでよ。好きだ、本当にケーキ好きだね。ケーキ大好きなの。そうそう、もっと強く押し込んであげて、入らないから。そう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 。全然食べれない、全然食べれないじゃないか。食べたと思ったら綺麗に食べるし。さあ、その上のやつは全部食べよう、その上のやつ全部食べよう。すごい上手、かき込んでよ、かき込んで。もうちょっと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 、そうそう、かき込んで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 。ド S がすぎる。やばいやばい。これもうちょっと最後。あ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと上。髪の毛がクリームに。ちょっと上。あ、いや、頑張れ。ゴーゴーゴー。はい、オッケー、終了。なんか手が出てきちゃったよ。ごちそうさまでした。お。え、でもほら。お行儀がいい、お行儀がいいね。一ついいですか、すっごい鼻息がひどいんですけど。なしょうこちゃん、どうして走ってきた？本番前どっか走ってきたの？さあ、じゃあね、はい、外していただき、暑いからね。暑いね。いや、ほら、ケーキ落っこちゃいそう。ケーキにクリームついてる。ケーキ気をつけて。すごいさ、やばい。すごい首元で。難しかった。難しいですね。取れないんですよ。うん、でも取れてる感覚。すごい。ちゃんとしてた。見てた。すげえブスいんだけど。誰ですか。ちょっと振り返ったら誰とは言わないけどね。怖いですよね。すげえブスしてた。ダメですよ、ブス。ブスって言ったら怒りますよ。ブスって言葉が一番嫌いです。キャシー。キャシー。いや、大場のこと言ってるわけじゃないから。さあ、じゃあそれではイコチーム参りましょう。はい。どっちが、どっちが前、どっちが私が食べられます。食べられる、食べられる、誰に食べられんのよ。ゆうちゃん、はい、あ、はい、かわいいよ。あ、うん、あ、プール、プール、プールみたいな匂いする。そうね、ちょっとね、塩素の匂いですね。塩化ビニールね。あら、急にあんまり時間がなくなってきちゃったね。あ、やばいやばいやばい。じゃあ急ぎ目、急ぎ目。あ、違うんですけど。え、こっちだよ。ちょ、違う違う、近すぎるじゃん。え、それで行こうか、じゃあ逆に。さあ、それでは参りましょう。リコチームのチャレンジです。よーい、スタート。赤ちゃんみたいで可愛い。赤ちゃんみたいで可愛い。あ、いいよ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 、あ、取れてない取れてない、うん、え、ちょっと、あ、え、どうぞ、ふむがく、あ、そう、あ、え、上手上手、あ、上手、いいの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 、はいはいよ、そう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 、おお、きれい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 、そうそう、持ってった方がいい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 、いいよいいよいいよ、うん、刺して刺して、あ、刺してない刺してない、全然全然刺さってないよ、もっともっと、いいよ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 。それは目だよ、そこは目だよ、いいよいいよ、今のは目だよ、もっともっともっとちゃんと、もっとぐさっと、あ、うん、あ、うん、あ、うん、あ、いいよいいよいいよ、あ、いいよいいよ、どこどこ、怪我だけしない、いいよいいよ、そう、はいはいはい、そう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 、うまいうまい、上手上手上手、早く早く、中ですごい笑ってる、めっちゃめっちゃ怒れる、撮るのめちゃくちゃ下手だな。
なんかぐちゃぐちゃになってる。撮るのがめちゃくちゃ下手だぞ。かっこんで。かっこんで、かっこんで。そうそう。入れちゃ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 。それじゃ入んないよ、もっとしっかり入れないと。ギュッと。手でギュッと入れないと。フォークなんかいらないよ。口どこ？そこそこそこ。それ口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 。そう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 。もう手でギュッ手でギュッ。それ入れちゃ入れちゃ入れちゃ。そう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 。最後食べて最後食べて最後まで食べて。はい終了。最後ピョンじゃねえからね。最後ピョンじゃねえ。そう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 が過ぎる。あ、そうそうが過ぎる。破裂。はい、じゃあ外そうかね。熱いからこれね。出せるか。大丈夫か。じゃあタオルをもらおうな。いいよ。だから強かったよなかなか。最後落ちたのめっちゃ面白かった。最後ピョンって言ったよ、ね、聞こえてきた。フォークがしなったよね。シーソンみたいな。よだれがすごい。めっちゃわかる。よだれめっちゃ出てくる。いやでも本当に2人とも頑張ってくれましたよ。本当にね、サナちゃんもヨリちゃんもよく頑張ってくれました。あ、嬉しかったです。さあそれでは結果発表を参りたいと思います。さあ第3回戦、まあ、1ゲーム目はイコチームでしたけども、はい、お願いします。2ゲーム目お願いします。イコチーム、よって今回の3番勝負はイコチームの勝利。やっぱ最後のダンっていうのがあれが良かった。食べ方は汚かったんだけどね。食べ方はですね、ラブチームの方が上手だったんですけどね、まあ、速さと大胆さということで、ね、今回はイコチームの勝利でございます。さあそれではここからでございます。MVP を決めたいと思いますね。さあここからは視聴者の皆さんに、誰が MVP かを決めていただきたいと思います。まあなるべくだったら勝利チームから出したいあげたいけどね、でもラブチームの、いやラブチームのこの子にあげたいよと、いや、ぜひぜひだと、ぜひぜひ、それでも結構でございますけどもね。さあそれでは MVP、 あでも 4だね、うん、じゃあ勝ちのチームから決めようか。あ、MVP は勝ちのチームからだけ。ね、じゃあ、どういう風にしたらいいかな。まず番号ね、1番が高松、はい、2番が渚ちゃん、はい、3番がいおりちゃん、はい、はい、で4番がのんの、はい、ということでございます。皆さん分かりましたか。1番高松、2番が渚ちゃん、3番がいおりちゃんで、4番がのんのでございます。さあそれでは皆さん投票してください。どうぞ。さあ投票の間にでございますけども、 MVP になった方はですね、なんと某有名スーパーで買ってきた高級ナチュラルスムージープレゼントということで、ね、はい、某有名スーパー、某有名スーパー、よう某有名です。スメスメスーパースメって、はい、決定いたしました。さあということで今回 MVP は 31.8% で凪沙ちゃん、おめでとうございます。さあそれでは高級スムージー飲んでいただきたいと思います。あ、飲んだことある。ある、あ飲んだことある。あ、飲んだことある。某有名スーパーだこれ。そうね、某有名スーパー、有名、すごい有名。嫌です。嫌だ。何言ってるの。せっかくだからほらほら、ガブって、いや前にこぼれちゃうと困るから、こぼれちゃうと、そうこぼれちゃうと困る。エプロン代わりよ。エプロン代わり。エプロン代わり。じゃあこれここから。そうね。はい。じゃあこっちおいで、こっちおいで。こっちおいで、こっちおいで。やだ。こっちおいで。よりちゃんほら。あ、よりちゃんじゃない。なぎさちゃんほら。なぎさちゃん、なぎさちゃんほら。ねえ、やだ。何何がやだ。スムージー飲めんだからいいじゃん。スムージー飲めるんだからいいじゃん。緑がおすすめ。緑だって。うん、緑だって。好きなのどんな。自分で。好きなのどんな。緑。うんうんうん。おお。マジか。すごいすごい。ねえ、振らないで。いや振ってもいいだろ。振るのは振らないものが簡単じゃないから。振るのはいいだろ別に。はい。これ。
あれ、なぎささん、トンプで出るの？ほら、ほら、ほら、え、なぎさちゃん、これ可愛らしいと思ってたんだけど。あれ？あ、さあ、じゃあ、開きました。さあ、それでは飲んでくる。まだ開いてない、まだ開いてないです。もう教えちゃ優しい、お前優しいな、優しい子やな。蓋が開けらんない。蓋開けらんない。じゃあ蓋開けてあげるよ。しょうがない、時間がねえから。はい、優しい。はい、一気に長女。あ、口の自分で近づけよかった。はい、どうぞ。もっともっと、もっと、全然飲めてなくない？飲めてる？飲めてないよ。あ、美味しい。いや、飲めてないよね、今。え、飲めました。飲んでないじゃん。ちょっと、間違ったな。リアルだな、お前。もうちょっと、もう全然いっちゃっていいって。全く、垂直だよ。口、口、口。ナイブちゃん、口。口が。口がまずいって、それ。唇テッカテカになっちゃったね。はい、ということで、これは差し上げますんでね、なぎさちゃん、後でおいしくいただきたいと思います。うん、そう、そういうこと。唇がツルツル。さあ、それではですね、今ちょっとこれ、ね、脱いでて、その間に2人でちょっと前に出て、告知の方しましょう。はい。あ、甘い。甘いね。じゃあ、抜ける？これ、いろいろ入ってるんですね。そうだよ。さあ、それでは皆さんに最後に告知がございます。さあ、まずはイベントのお知らせからでございますね。はい、イベント、まずはいつ、何から、あ、できるやつからでいいよ。はい、はい、はい、イベントのお知らせです。6月23日土曜日に千葉モノレールの千葉駅で、千葉モノレール×イコールラブフィーチャリング駅メモスペシャルイベントを開催します。出演はこちらの、出演は野口、大場、高松、落とし島、山本です。貸切列車だったり、メンバーのトークショーだったり、生振ったり、サイン抽選会などを行いますので、2回公演なんですけど、時間などは詳しくホームページをご覧ください。よろしくお願いします。はい、6月23日続きましては、さらにイベントあるね。さらにこちらのイベントもあります。6月30日に愛知県蒲郡市にありますラグーナテーモスでイコールラブ360度 3D シアターオープン記念ミニライブを開催します。こちらも2回公演ありまして、時間など詳しくはホームページをご覧ください。はい、私たちがすごい飛び出てきちゃうので、まだ私たちも見れてないんですけど、すごく楽しみにしています。皆さん遊びに来てください。はい、お願いします。6月30日。さあ、さらにさらに、はい、さらにさらに、前にもお伝えしましたが、7月1日日曜日に日比谷野外音楽堂でスペシャル全国握手会を行います。そんなに焦んなくても大丈夫だって。ミニライブと握手会をします。私たちのイコールラブの中で一番大きいキャパなので、ぜひ皆さんに来ていただきたいです。よろしくお願いします。野音ね、7月1日日曜日野音ということでございます。ミニライブじゃないですね。さあ、そしてさらにさらにさらに、すでにホームページなどで発表されていますが、私たちも舞台第2弾アニテレ×イコールラブステージプロジェクトガールフレンド括弧仮のお知らせです。日程は7月16日から7月22日の7日間、場所は品川プリンスホテルクラブ X です。毎日イベントも開催します。私たちの2回目の舞台ですごく緊張してるんですけど、みんなで力を合わせていい舞台にできるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、まあ詳しくはですね、ホームページの方で改めて確認していただきたいと思います。6月23日、そして6月30日、そして7月1日ということでございますね。で、7月の16から22、1週間、はい、大変だね、みんな。頑張ります。さあ、そして次回は全員揃うのかな、俺も含めて。はい、揃うと思います。12人でできる？はい。今日はでも8人でやったけど、非常に時間の使い方もよく、皆さんよくできました。体を張って頑張ってくれたね。はい、うん、でもね、この番組はね、まだまだやっぱり生優しい方だと思います。え、本当ですか？そうなんですか。うん、いや、だって今日なんかさ、ケーキだったけど、本来二人羽織は熱々おでんだから。確かに、うん、確かに、うん、やる方もやられる方も熱いんだから。二、はい、人ともやけどしちゃうんだから。なるほど。少しずつこの番組でステップアップしながら、皆さん、どんな場所でも活躍できるように、そしてスーパースターになれるように頑張っていただきたいと思います。頑張ります。そして次回の放送は6月18日、6月18日月曜日19時からの予定です。
次回は全員揃いますので最後まで楽しみにしていただきたいと思います。それでは6月12日に8日にお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。よく頑張って。